南側踏切より構内を見る旧駅舎西崎駅は大分県大分市を麻本神崎にある九州旅客鉄道日報本線の駅である。事務官コードは92万533。普通列車の半数弱が当駅で大分方面に折り返し、早朝及び夜間に一部の特急列車が停車する。駅の所在地は神崎と表記するが佐賀県神崎市にある。 神崎駅と区別するため、また読み違いを防ぐためこの駅名が採用された。かつては、佐賀の関鉄道が接続していた。また、佐賀の関町の大分市編入に際して、地名が神崎から本神崎に変更されている。という地名があるため、単式ホーム一面一線と、島式ホーム一面二線の合計二面三線の、ホームを有する地上駅である。 ホームは高速化工事事業の際に6両編成までの対応に変更されたため、他客機の特急列車では前後端の車両がホームにかからないことがある。また一面一線の短式ホームは駅本屋とは反対側にあり、すべてのホーム間連絡は古戦橋を利用する。JR 九州鉄道営業が駅業務を受託する業務委託駅であったが、 2016年3月に無人駅化された。IC カード守護川東駅がだいぶエリアの南端となっており、大分方面への出入場とチャージのみ対応。駅前から国道197号急道にかけての丘陵場には民家や商店、小中学校があり、海岸には漁港や海水浴場がある。駅裏を流れる小川に沿った定地に田畑が続く。 反応半漁ののどかな景色が今も残るが、1990年代以降、公営住宅建設や住宅団地の造成が行われ、徐々に様相が変貌しつつある。2005年、大分市と合併するまで当駅が旧佐賀野関町の中心駅で、佐賀野関鉄道廃止後は旧佐賀野関町唯一の鉄道駅であった。ただし、当駅は1955年の旧佐賀野関町。 成立前、神崎村と呼ばれていた地域に所在し、佐賀の関港がある、旧町中心部の佐賀の関地区とは約8キロメートル離れているため、駅周辺や沿線からはその様子を伺うことはできない。大分市中心部方面及び佐賀の関方面行きのバスに接続している。特に旧佐賀の関町中心部への公共交通はバスのみで約20分かかる。かつては、 国鉄バス坂の市、佐賀の関線があり、早朝便は佐賀の関駅の先にある清錬所まで延長運行していた。JR に関後もしばらくの間運行されたが、2003年4月1日に全線廃止され、同日より大分バスの埼先駅のリールが開始された。大分バス、ありがとうございます。